マーク・ライデルはアメリカ合衆国の映画監督、俳優、プロデューサーである。1934年にニューヨーク市に生まれる。俳優として1950年代初頭から活動を、始め、1956年に暴力の季節で映画デビュー。1962年からはテレビドラマのディレクターを務め才能を発揮し始める。 1963年から1966年にかけてテレビシリーズを監督し、1967年に制作されたメギツネザ・フォックスで映画監督デビュー。それからは俳優業からしばらく遠のき、監督業に専念。彼の作品にはスティーブ・マック・イーン、ジョン・ウェイン、ヘンリー・ホンダ、キャサリン・ヘプバーンなど、早々たる顔ぶれが出演している。 1981年に監督した黄昏は見事十分部でアカデミー賞にノミネートされ、ライデル自身もアカデミー監督賞にノミネートされた。監督賞の受賞は逃したが、同作品は主演男優賞、主演女優賞、脚色賞を受賞している。近年では俳優業を再開して自身の作品やウディア・レン監督のコメディ、さよなら、 さよならハリウッドなどに出演した。名だたる俳優たちを輩出した、俳優養成所のアクターズスタジオでは、芸術監督を務めており、2008年のモントリオール世界映画祭では、審査委員長を務めた。そのこともあり、2008年の9月には緊急訪日し、別所哲也の J-Wave のラジオ番組 J-Wave Good Morning 東京に生出演したり、 多くの俳優志願者や学生たちを前に、青山学院大学の講堂で公開授業を行った。そしてモントリオール映画祭において、グランプリを獲得した日本映画、送り人で監督を務めた、滝田洋二郎との対談も実現した。ありがとうございます。